じゃあ、軽く自己紹介をしていきたいと思います。80番のハトちゃんです。誕生日は9月の22日で、年齢は中学3年生の14歳です。出身地は京都です。好きな食べ物はラーメンで、特に一蘭のラーメンが一番大好きです。で、身長はだいたい151センチぐらいです。まーさん、こんにちは。ことはちゃん、こんにちは。ワンロットさん、頑張ってください。ありがとうございます。キンキンさん大人っぽいね。ありがとうございます。でもなんかよく見た目は大人っぽいって言われるんですけど、中身はよく子供っぽいって言われちゃいます。チャミンさん、天下一品やないんかい。天下一品、実は行ったことなくて、だいたいいつも、家の近くに王将とか、横綱とか結構、チェーン店のラーメン屋さんがあるんですけど、なんかそこでよく食べます。なので、天下一品は行ったことないです。ヒロさん、目指せ合格。頑張ります。頑張ります。京都の絵。うまい。ありがとうございます。頑張って描きました。京都なんだね。私も京都在住です。一緒ですね。そんな黄色い鳩おらんやろう、くにゃんさん。まあ、本当は水色とかにしようかなって思ったんですけど、黄色の方が可愛いかなと思ったので、黄色にしました。木彫りの鮭さん、頭良さそう。ほんまですか？嬉しいです。あんまり勉強得意じゃないので、そう言ってもらえてめちゃくちゃ嬉しいです。くにやんさん、中学生？めっちゃ大人っぽいんだけど。ほんまですか？嬉しいです。自慢にします。ありがとうございます。くにやんさん、京都どすか？京都どすえ？めっちゃ京都ですえ。見るお肉さん、お疲れ様です。ありがとうございます。これからも一生懸命頑張っていきます。
実は、昨日からちゃんと配信しようと思ってたんですけど、ちょっと風邪ひいちゃってて、ちょっと咳が出ちゃってたから、ちょっと今日にしました。はい。それでさっきの風邪の話をしたいと思うんですけど、実は私、薬を飲むのがめちゃくちゃ苦手で、粒状の薬ならまだ飲めるかなって感じなんですけど、なんと今回は粉の薬でめちゃくちゃ苦手で、もう今頑張って、なんかヨーグルトの中に混ぜて飲んだり、牛乳と一緒に飲んだりしてるんですけど、他にもいい方法あったら教えてほしいです。モリシーさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。クニアさん、ラーメンの汁に混ぜて飲むとか。ちょっとやってみます。はい、美味しかったらいいんですけど、まあ、美味しくなかったら他のやり方をやってみたいと思います。ありがとうございます。You are so beautiful. ありがとうございます。嬉しいです。京都、クニアさん、京都の横の緑の怪物みたいなのは何？京都、これですか？これは一応京都の形をちょっと簡単に書いてみたんですけど、まあ、怪物っぽいですね。太郎さん、何かやっていたスポーツや、武道はありますか？5歳半の頃から今もずっとダンスをやっています。はい、ダンスは、まあ、いろんなジャンルをやるんですけど、主にジャズとかヒップホップとか、あとはちょっとあんまり聞いたことないかもしれないんですけど、ワックっていう腕をずっとブン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 振り回すやつとか、いろんなやつをやってます。アビスさん、粉薬苦手。一緒です。苦手ですよね。なんか、喉に張り付く感じがめちゃくちゃ嫌いです。未来さん、字綺麗。ありがとうございます。書道行ってないんです、習ってないんですけど、うまくないですか？結構、自慢です。ユウさん、NMB 受けようと思ったきっかけは？前っていうか、夏ぐらいに音楽番組を見てて、その時に NNB さんが出演してはったんですけど、めちゃくちゃ可愛いなと思ってて、で、なんか、特に川上千尋ちゃんっていう子がめっちゃドタイプで、その川上千尋ちゃんのことを SNS とかで調べてみたら、なんか舞台とかもやってるし、歌も演技もダンスも全部できて完璧やなと思って、そっから憧れを持ち始めました。
イガグリさん、身長高そうだね。低いんですよ。めっちゃ低いんですよ。なんか実はてか、こう見えて151センチいくかないかないかなぐらいで、もう毎日毎日朝と夜に牛乳飲んで、まあ昼寝はちょっとしてるんですけど、まあ一応頑張って睡眠とってんのに、全然伸びないです。まだ成長期来てないと思います。でもこれからまだ伸びしろがあるので、伸びるのを待ってます。クニアさん、ハトだからハート入れてるんやね。まあ、そうです。そうです。ほんと、ハートちゃんにの名前にしようかなって思ったんですけど、ハトの方が可愛いなって思ったので、ハート入れて、ここの丸をハートにしたら可愛いかなと思ったので、そうしました。まあ、ちなみに、呼んでほしい名前は、まあ、ハトちゃんとか、ハトとか何でもいいんですけど、まあ、おハトちゃんの方が可愛いかなと思うので、みんなおハトちゃんって呼んでください。終わりなき旅さん、好きなメンバーは、さっき言った川上千尋ちゃんだったり、あとは石田ゆみちゃんだったり、他は黒島さくらちゃんだったりしてて、石田ゆみちゃんはやっぱ2期生でものすごいたくさんずっと活躍されてて、本当にすごいなと思うし、なんか頼れるお姉さん感もすごくて、めちゃくちゃ好きです。で、さくらちゃんは、私と同い年なのに、ずっと、もっと前から NMB で活躍されてて、本当にすごいなと思うし、本当にすごいなと思います。くにやさん、頭でくるくる回るダンスは、私それできないんですよ。見たことはあるんですけど、できる気がしないです。はい。でも、もし、そのダンスを挑戦するきっかけがあったら、やってみたいなって思います。未来さん、すごい、頑張ってね、頑張ります。ありがとうございます。マヤさん、カムサンガットチャンティック。すごい。ちょっとわからないんですけど、ありがとうございます。クミアンさん、チッヒー好きなら、まず阪神ファンにならなあかんで。そうですね。なんか私の友達に、ものすごい阪神ファンの子がいて、なんか、その子にちょっと話聞いてみようかなって思います。はい。でも野球見るのも好きです。ひまりさん、はじめまして、はじめまして。栄作さん、こんにちは。カズさん、中学生なら、すいません。カズさん、中学生ならまだ伸びる可能性はある。やっぱそうですよね。諦めたらダメですよね。なので、頑張ってます。毎日、朝、夜、牛乳飲んで、しっかり寝て、頑張ってます。OK、Google。グーグル氏、桃白、桃白、すいません、読めません。すいません。また質問逃しちゃった。どこ行った？どっか行っちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。また見つけたら見ます。ごめんなさい。見つけました。OK、Google し、桃と白、白と感じの3。パパかママが背高かったら大丈夫。高くないんですよね。高くないんですよ。まあ、ちょっと頑張ってみます。はい、ありがとうございます。アルギーさん、しっかりした中学生やな。ありがとうございます。しっかりしてますよね。言われないけど、自分ではそう思ってます。クミア、おはとはん、おはとはんです。おとはん、おはとはんです。かわいいおはとはん。
アビスさん、筋肉質の子は背が伸びないって言うけど。そうなんですか？あと、今はちょっとやってないんですけど、去年ぐらいから、ちょっと体、あ、違うわ、6年生、小学6年生の頃から、体操、マット運動とかそういうのを始めてたんで、ちょっともしかしてそれで伸びなかったかもしれないです。ひまりちゃん、おはとちゃんと呼ぶね。ありがとうございます。おはとちゃんです。ゴンタさん、こんにちは。こんにちは。ヒロさん、おはとちゃんの名前素敵やん。ありがとうございます。おはとちゃん、頑張っていきます。クニャン、できんでええよ、ストリートダンス。まあ、できひんと思うけど、まあ、チャレンジしてみることには大切ですから、頑張りまーす。クニャンさん、京都は阪神ファン多いやろ。あんまり多くないかもです。なんか、どっちかっていうと、サッカーの方が多いんじゃないかなって思います。クニアンさん、鉄棒で、大回転、大回転とかできるんだ、すごい。あ、それは実はやってなくて、マット運動やから、みんなが知ってるのといえば、まあ、側転やったり、バク転はちょっとできなかったんですけど、まあ、前転とか後転とか、そういうマットを地面でできるものをやってました。ひまりさん、体操してたってことは、体柔らかい？前までは柔らかかったんですけど、ちょっと最近は、ちょっと、柔軟体操をサボってて、硬くなってます。なので、ちょっと、柔らかくしないといけないなって思ってます。鳥太郎さん、初見です。初見さん、こんちゃーん。グルさん、はじめまして、はじめまして。タマちゃんさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ひまりさん、運動神経良さそう。運動神経が良さそう。そう見えますかね。なんか、私、わからなくて。なんか、ドッジボールで、私、投げるのはあんま得意じゃないんですけど、逃げるのがものすごく得意で、よくドッジボール、授業で、体育の授業でやったりするんですけど、それで大体、最後に残ったりしてます。クニアンさん、本物の鳩は好きなん？好きです、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 めっちゃ好きです。よく見つけ、公園に見つけたら追いかけてます。でも、逃げられます。片思いです。辛いです。クニアンさん、合格したら柔軟されるで。ですよね。なので、今のうちに、ちょっと体柔らかいですよアピールできるように、ちょっと頑張ります。頑張ります。鳥取太郎さん、目綺麗やな。ほんまですか？ほんまですか？そこまで綺麗じゃないかも。わからない。でも、ありがとうございます。ギリギリさん、こんにちは。クニアさん、受けるんじゃなくて逃げるんかーい。そうなんですよ。逃げられちゃうんですよ。全員逃げられちゃって、なんか、ビューンって飛んじゃって、めちゃくちゃ悲しいです。マッサン、はじめまして。ひまりちゃん、おはとちゃんは絶対に合格するよ。ありがとうございます。ちょっと、頑張ります。気合い入れて頑張ります。ゆうさん、コメントの言い方うまいね。ほんまですか？実は、ちょっと、今このライブが人生初めてで、
もうなんか何喋ったらいいんか分からへんし、どうやって喋ったらいいんか分からへんし、なんかどんな風に話を回したらいいか分からんし、めちゃくちゃ悩んでます。で、私の性格で緊張、もともとあんまりうまくコミュニケーションでうまく話せないとこがあるんですけど、緊張したらさらに話せなくなっちゃうから、もう今必死に頑張ってます。ぼよよん星人さん、こんにちは。こんにちは。鳥取太郎さん、その鳥は鳩ですか？鳩のつもりです。見ます？鳩のつもりです。ちょっと、なんか、インコみたいになっちゃったんですけど、鳩です。鳩です。これは鳩です。お鳩ちゃんです。フレッシュみおりんさん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。ハル、ヨシミヨシ NMB さん、こんにちは。クニアンさん、NMB でなりたいのは、美人枠？お笑い枠？美人枠なれたらめっちゃ嬉しいけど、なんか人を笑かすのも好きなので、お笑い枠もどっちも取りたいなって欲張っちゃいたいです。DU リスナーさん、こんにちは。ひまりさん、おはとちゃんのお顔綺麗で好き。ありがとうございます。嬉しいです。大好きです。ワンワンさん、綺麗な字ですね。ありがとうございます。習字習ってなくて、この出来は自分でもものすごいと思います。ありがとうございます。クニアさん、トサカのある鳩。かわいいでしょ？かわいいでしょ？めちゃくちゃかわいいですよね。ハル、ヨシミヨシ NMB さん、頑張ってくださいね。頑張ります。ありがとうございます。皆さんの応援がめちゃくちゃパワーくれるので、これからも頑張っていきます。海ほたるさん、こんにちは。こんにちは。たまちゃんさん、誕生日一日違い。そうなんですか？じゃあ、なんか、運命かもしれませんね。嬉しい。クニアさん、美人枠なのにおもろい。美人枠なのにおもろい。ミカナがいるから大丈夫。ミカナちゃん、かわいいですよね。めちゃくちゃかわいいのに、めちゃくちゃ面白いし、なんか、ミカナちゃんの次になれたらいいかなって思ってます。ゆうかさん、こんにちは。コロワンさん、こんにちは。こんにちは。山崎パンさん、こんにちは。こんにちは。山崎パンさんの字見てたらお腹空いちゃいました。山崎パン美味しいですよね。クニアンさん、その服の色、絶対抹茶好きやん。まあ好きです。別に、めっちゃ、なんか抹茶よりも、ほうじ茶の方が好きかなって思う。で、ほうじ茶の方が好きです。でも抹茶ももちろん大好きです。京都の食べ物ほんまに美味しいから、皆さんぜひ食べてみてください。八つ橋とかめちゃくちゃ美味しいし、551の肉まんとかめちゃくちゃ美味しいです。なんかよく、テレビの CM で、551があるとき、あははは、ないとき、の CM あるんですけど、それをいつもよく真似してます。学校でも真似したりしてます。だからぜひ皆さん551の肉まんほんまに美味しいんで食べてください。あ、551大阪です。大阪です。でも京都駅にも売ってるんで、まあ買ってください。キャスターさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ひまりさん、マット以外に部活とかしてた？私、部活入ってないです。入ってないですね。なんか、まあ、いっかと思って入ってないです。
クニャさん、うわ、俺もほうじ茶大好きやで。ほんまですか？じゃあ、友達ですね。ほうじ茶友達です。ほうじ茶美味しいですよね。なんか心が温まるって感じで、めちゃくちゃ美味しいです。クニャさん、肉まんちゃう、豚まんや。あ、ほんまや、間違えました。肉まんじゃなくて豚まんです。551は豚まんです。覚えましたか？つくまるさん、こんにちは。こんにちは。頑張れ。頑張れ。ありがとうございます。頑張ります。ひまりさん、京都駅にも551あるんだ。そうですよ。ありますよ、551が。めちゃくちゃ美味しい551が。でも、なんか、むちゃくちゃ混んでて、休日ほんまに混んでるんで、皆さん結構早い時間とかに買ってください。綺麗な顔。ありがとうございます。そう言ってもらえてめちゃくちゃ嬉しいです。美人さんだね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。スネドラさん、初見です。初見さん、こんにちは。いらっしゃいませ。まーちゃんさん、はじめまして。はじめまして。ひまりちゃん、おはっとちゃん、また来るね。ダントツで推し、ダントツですか？言いましたよ。ありがとう、嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しい。京美人、着物似合いそう。私、実は着物似合わなくて、前、おばあちゃんが持ってた着物を着たんですけど、その時になんか、七五三みたいやなって言われて、結構ショックで。着物は多分似合いません。多分身長が高かったら、まあそこそこな感じやと思うんですけど、身長が低いから全然似合いません。全然、まあ、子供みたいになります。子供なんですけど、幼く見えます。マイキーちゃんさん、こんにちは。こんにちは。クニアさん、ハトちゃんが NMB に入る頃には歌詞にもある。耳？ごめんなさい、漢字ちょっと読めないです。なんちゃらの豚まんはないのよ。そんなことありますか？悲しい、悲しい。ももんごさん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。はねうまさん、こんにちは。こんにちは。ライさん、こんにちは。こんにちは。皆さん、こんにちは。こんにちは。元気ですか？私、めちゃくちゃ元気です。でも、風邪ひいちゃったから、あんまり、喉とかはちょっとやばいけど、心は元気です。いつだって元気です。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ほんまにありがとうございます。頑張ります。何センチですか？だいたい151センチです。1センチです。なんか、気持ちは160センチぐらいやと思ってたんですけど、なんか151センチでめちゃくちゃ低い。コンプレックスです。森田たけしさん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。クリアンさん、七五三みたいなのかな？そうです。なんか七五三の3歳か5歳か7歳かわからないんですけど、そう言われてめっちゃ悲しいです。めちゃくちゃ悲しいです。ライさん、話すまで自己紹介していただけませんか？お願いします。じゃ、この内容を話すまで言いますね。いきます。80番のハトちゃんです。ハトちゃんって呼んでもいいし、おハトちゃんって呼んでもいいです。誕生日は9月22日生まれね。ね。年齢は中学3年生の14歳です。出身地は京都です。好きな食べ物はラーメンです。以上、自己紹介でした。わ。面白かったですね。
クリアンさん、風邪ひくということは、カシコンやな。ああ、確かに、風邪ひかないやつはよく、頭悪いとか言われません。じゃ、賢いやん。賢いやん。嬉しい。ありがとうございます。ふわくん10名、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ゆうさん、NMB で好きな曲はありますか？私が好きなのは、なぎさ最高っていう曲で、なんかあの曲を初めて聴いたときに、頭から忘れられなくて、なんか、ほんまにあのメロディーとか歌詞とかで、あの振りももう忘れられなくて、めちゃくちゃ好きです。羽生さん、大人っぽいっすね。大人っぽいでしょ？大人っぽいでしょ？ありがとうございます。まーさん、こんばんは。こんばんは。そっか、6時か。こんばんは。皆さん、こんばんは。ヒロさん、鼻つまんで嵐だからスルーでいいよ。じゃあ、これからスルーします。おすすめのラーメンは？京都には有名なラーメン屋さんはいっぱいあるよね。確かに。ラーメン屋さんはいっぱいありますね。めちゃくちゃ美味しいラーメン屋さんあるから、全部決められないです。ほんまに美味しい。もうなんか、全部のラーメン屋さん回ってみてください。クニアンさん、繊細飴？繊細飴？が似合いそう。ちょっとよくわからなかったけど、ありがとうございます。あ、千歳飴！千歳飴、はい、ありがとうございます。カエルペコペコミペコペコさん、こんばんは。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 クニアさん、お調子者だったか。え、どういうことですか。全然賢いですよ。お調子者なんかじゃないですよ。賢いキャラでやってます。あ、ホワホマンさん、はじめまして、はじめまして。ゆたかさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。きいたかさん、はじめまして、はじめまして、はじめまして。おはとちゃんでーす、はとちゃんでーす。あ、ホワホマン、ハトのモノマネが得意だから、その名前。そんなことないですね。普通に番号が80番なんで、なんかいい名前ないかなと思ったら、ハトちゃんって思い浮かんだので、ハトちゃんにしました。あ、でもハトのモノマネ全くできないです。まあでもちょっと、頑張ってみます。山丸さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。クニアさん、千歳飴。七五三で持ってるやつ。バカにしてます？全然私、14歳ですよ。もう今年で15歳になりますよ。もうそんな七五三なんて、もう遠い昔の話です。お調子者じゃないし、賢いキャラやし。おでこさん、社員さん、はじめまして、はじめまして。おでこさん、社員さん、京都美人ですね。そうですかね。ありがとうございます。もう美人って言ってもらえて、もう心ハッピーです。めちゃくちゃハッピー。明日学校で見たよって男子に言われたらどうする？絶対自分じゃないって言います。もう何が何でも自分じゃないって言います。うん、貫き通します。山丸さん、賢い人は自分で賢いとは言わないような。あ、じゃあ私、別に普通です。全然普通です。別に、そんな自分で賢いとかも言わへん。普通です。全然普通です。ヤンチャルさん、こんばんは。こんばんは。わあ、みんなハートとか星とかありがとうございます。嬉しい。めっちゃありがとうございます。純平45番さん、こんばんは。こんばんは。やんちゃるさん、負け舌できる？できません。できません。調子良かったらできるかもしれへんけど、調子良くても調子良くなくても、あんまできません。
おはようございます。星積んで、うわ、ありがとうございます。嬉しい。めちゃくちゃ皆さんありがとうございます。クニアさん、首を前に出してクックルってやれば、クックル できない。クックル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 。ちょっと頑張ります。頑張ります。練習します。今日からずっと練習します。トイレ行ってる時でも、お風呂入ってる時でも、ずっとクックルってやります。頑張ります。こんばんは、皆さんこんばんは。明日だ、学校の男子から俺がファン第一号やからなって言われたりして。それはないと思いますね。そんなん言ったらちょっと恐怖ですね。どんだけかっこよかったりしても結構恐怖です。びっくり。びっくりです。多分学校の人で似てる人いないと思うんですけど、まあ、大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。めっちゃ綺麗なお顔。ありがとうございます。ありがとうございます。ナクーさん、身長はどのくらいですか？まあ、2メートルぐらい。っていうのはそうで、151センチぐらいです。ちっちゃいですよね。嫌です。もう170センチとかなりたい。頑張ってます。ほんまに頑張ってます。クラッシーさん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。ハロー、ハロー。ハワイユー。こんばんは。こんばんは。こんばんは。枠屋さん、こんばんは。こんばんは。皆さん、こんばんは。本当に美人さん。あ、コメントどっか行った。本当に美人さん、自信持って頑張れ。ありがとうございます。頑張ります。これからもずっとずっとずっと頑張ります。頑張ります。はじめまして、はじめまして。もし同じ学校の子が見てたら、心の中で応援してください。応援してください。お願いします。声はかけんでいいかもしれへんけども、心の中で応援してください。こんばんは、こんばんは。足立由美さんに似てる？そうですか？似てますか？似てますか？みんな似てますか？わからないな。ゆうさん、あ、それできる、できますよ。あ、でもちょっと、前はいけんですよ。横、やってみます。どうですか？ できてますか？ちょっと下手くそかもしれないんですけど、それは禁句で。うまい、うまいってだけ言ってください。はい。今夜が山田。モノマネとかできますか？モノマネはね、羊のモノマネはできます。でも結構リアルって言われるので、引かないでくださいね。いきます。いきます。めー、めー、めー。めー、あ、じゃあ、わかりました。羊の声で自己紹介します。いきます。めー、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 
終わりです。ありがとうございます。クニアさん、ハトのモノマネにアイドル爆誕。ハトアイドルとかちょっと嫌ですね。ちょっと可愛いかどうかいまいちわからないですね。クニアさん、今の LNB だとどのチームに昇格したい？やっぱり私はチッヒーが一番好きなので、チーム N かな？ N に入りたいなって思います。ブリリさん、こんにちは。間違えた。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。マッピーさん、はじめまして。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 クニアさん、見てない。そんなことおっしゃらずに。クニアさん、あ、うまい、うまい。
ありがとうございます。イエーイ。ヒロさん、横アイスですごい。でも、私、横あんまりうまくできなくて、でも、うまいって言ってくれて、すごいって言ってくれて嬉しいです。ありがとうございます。横浜たけしさん、上手、上手、ありがとうございます。リファレンスオブノイさん、マイク使わない方が綺麗に聞こえるよ。実はここ、今、カラオケの部屋を借りてやってるんですけど、ちょっと周りの雑音が結構すごくて、自分の声が聞こえへん時があるので、ちょっと、これ使ってます。はい。クニャさん、アイソレーション、首くるくる回すやつは、やってみます。ちょっと、もしかしたら違うかもしれないけど、やってみます。いきます。これですか？はい。多分これです。はい。横浜滝さん、わからない。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 クニアンさん、ヤギなのか、羊なのか、ヤギなのか。うん。まあ、羊、羊です。羊ってことにしときましょう。羊です。クニアンさん、チッヒーさんと言われると怒られるんで、すいません、ごめんなさい。チッヒーさんと言います。川上千尋ちゃんか、チッヒーさんか、チッヒーちゃんで行きます。すいません。ヒゲヤンさん、初見です。こんにちは。はじめまして。カズさん合格したらチッヒーにつねってもらおう。そんな豪華なことをしてもらえたら嬉しいですね。ちょっとまずは合格をすることを目指して頑張ります。マッピさん、うまいうまいうまい、ナイスダジャレ、ありがとうございます。ディスタンスさん、こんばんは。こんばんは。元気ですか皆さん。私めちゃくちゃ元気ですよ。めっちゃ元気です。中年ジェットさん、こんばんは。こんばんは。クニャさん、それそれ、うまいやん。よかった、うまいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝。アンニョンさん、こんばんは。こんばんは。アンニョン、アンニョン、アンニョン。マッピーさん、うま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 好きなんですか。私そんなうま好きじゃないかも。中年ジェットさん、好きな食べ物はラーメン？新潟五大ラーメンご存知ですか？うわ、知らないです。こう美味しいんですか？新潟あんま、で関東あんま行く予定はないので、関東じゃないです。中部地方？知らないけど、ちょっとわからないんですけど、ちょっと新潟はあんまり行ったことないので、もし行く機会があればぜひ新潟五大ラーメン行きます。もう食べまくりたいと思います。お兄ちゃんさん、初見です。初見です。はい。あ、でも、長野には行きますね。長野によく冬、毎年ぐらいに、毎年一回ぐらいは長野に行って、スキーをしてて、今まではずっとスキーをやってたんですけど、最近、去年からスノーボードにもチャレンジしてます。なんかスキーとスノーボードは全然やり方が違うから結構難しいんですけど、うまくなれるように頑張ってます。クニアさん、4期生さんのチッヒーさんな。はい、4期生さんのチッヒーさんです。はい、わかりました。よくわかりました。ありがとうございます。いつきさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。頑張ってください。頑張ります。ほんまは今、そのショールームのカラオケの機能で、ちょっと歌いたいんですけど、風がちょっとひどいから、風が治ったら絶対歌いたいと思います。なので皆さん、風の治るパワーをください。ください、ください。カズさん、北陸やね。北陸です。知ってますよ、別に。北陸ぐらい。知ってます。全然知ってます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。マッピーさん、競馬が好きやで。競馬が好きやで。競馬が好きやで。ちょっと明日学校行ったら競馬が好きやでって言います。言います。先生にも言います。はい。ありがとうございます。
中健さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。くにゃんさん、星のモノマネもできそう。元気ですか？星ってどんな感じですか？教えてもらったらちょっとできるかもしれません。教えてください。中年ジェットさん、NMB に加入され、NGT 劇場に出張公演に行かれる機会がございました。新潟五大ラーメンをご堪能ください。ありがとうございます。では、ちょっともうちょっと話したいなって思うんですけど、ちょっと時間が来ちゃったので、次の配信の説明をしたいと思います。見えますか？次回の配信は4月の23日の火曜日の4時から、何時かするかわからないんですけど、します。はい。やります。ちょっと月曜日、明日の月曜日はちょっとお休みして、火曜日にまたやりたいと思います。4月23日の火曜日の4時からです。みんな、見に来てね。見に来てください。クニアさん、ハト泣いてるやん。泣いてないですよ。ペガ赤いだけですよ。可愛いだけです。なんか、締めれるかどうかわからないんですけど、ちょっと締めたいと思うんですけど、初めてこういうライブをやってみて、何を話したらいいかやっぱわからないし、もうどういう風に進めていったらわからないから、めちゃくちゃ困ったし、緊張めちゃくちゃしてるんですけど、なんかみんなの、皆さんのコメントを読んでてめちゃくちゃ楽しいし、あっという間やったので、これからももうちょっと頑張ってショールームやってみたいと思います。そして NMB さんに合格できるように歌もダンスもいろんなことも練習して一生懸命頑張ります。皆さんありがとうございました。はい、あと皆さん応援よろしくお願いします。80番です。ハトちゃんです。 My name is ハトちゃん。おハトでもハトちゃんでも何でもいいです。ハトちゃんって呼んでください。みんな頑張りましょう。自分も頑張るし、みんなも頑張りましょう。じゃあ、バイバーイ。